少しだけ前作に戻るのだけど大阪万博ってスルーされてしまいましたよね東大阪の町工場と世界を結ぶって理念は結局描かれなかったってことなのかなはい今作に戻りますディーン・藤岡さんにすっかりのぼせ上がってしまっていましたがもしかしてディーン・藤岡さんの出番は最後だったの 牧野富太郎の雑草という草などないという信念と、坂本龍馬の一人一人の命はすべて尊いとなるほどなと思います。女子が酒蔵に入ったことを咎められばつせられるだけでなく、目の前で汚れを清める酒をまかれてしまうのね。この時代は非科学的なことで理不尽なことがいっぱいあったのでしょうね。当時は、 それが普通だと思っていたことが、今の時代で見ると何とも馬鹿げた話になり悲しくなりますね。竹尾の子役くんがめちゃくちゃ子孫くん。広末、母ちゃん天狗現れないね。第4話のあらすじです。月日は流れ。季節は秋になり、酒の仕込み作業が始まる頃、万太郎は体が弱かったため。 近所の子どもたちと遊ぶことを禁じられていましたそしてそのことがきっかけとなり万太郎は番頭の息子竹雄と喧嘩を始めました竹雄と喧嘩をする万太郎を姉の綾が叱責綾に叱られた万太郎は酒蔵の中に逃げ込みました酒蔵に入ってはいけないと綾が万太郎の後を追ううちに 綾も酒蔵に入ってししままいましたすると綾は酒蔵に入ってはいけないと蔵人から厳しく責め立てられました蔵人は綾に言いました女子が酒蔵に入ると酒が腐ってしまうという言い伝えがあるのだと一方病気で特に伏せがちの久サの容体は悪化しつつありました